プリーの村からやっていくかい。今回はプリーの村、プリーの村でやってるよね。で、俺やらかしたんだよな。なんだっけ、海馬逮捕党だっけ。編集中にさ、その調べたんだよ。その前回俺が使っちゃったさ、なんだこのアイテムって思って勝手にその使ったアイテムがあったんだけど、あれ海馬逮捕党って多分そこそこレアアイテムだわ。ドラクエでいう世界樹の肌みたいな効果、竜を復活させるっていう風に、まあ、ググったら書いてあって、やらかしたなと思ったわ。うんで、今回はこの街で、街のそうだな、人々の話聞いて、少しダンジョン的なのも入れるかな今回。これはこれはギルドの竜使い様、沖の船で伝染病が発生しましてな、三色の薬草で薬ができるのですが、いや困った。うん、ま、待て、今俺なんかちょっと飛ばしちゃわなかった。いや飛ばしてないわ。いや困った。あ、宝物庫は鍵がないとやっぱダメなんだな。で、このクソガキ、うわ見るからにクソガキだな、このこの顔。眉毛がさ、そのアバターだと眉毛が平行なんだけど、そのアイコンだと、フィールドマップ上のアイコンだと眉毛すんげえ、なんか虫の触覚みたいになってる。ナギの村から逃げてくるときに犬を置いてきちゃったの、元気にしてるかな。で、あとこれ勝手な俺の推測なんだけど、あと豚買ったじゃん、豚。で、3つの灯台の下に3つの薬草が芽吹く、おばあさんに聞いた話です。そうなんだ。もう全然俺も人々の話何言ってか全然覚えてないわ。何をしたんだっけ。豚よ、豚。あれが多分だけど、このゲーム、全滅したらおそらくだけどお金が減ると思うんだよね。365ルピーっていうのがゼロになっちゃうと思うんだよ。で、その時に村で豚の売買してる生計立ててる人いたじゃん。あいつにこの黒豚、今2って書いてるけど、その黒豚2を売れば1000ルピーになるから、そういうことなんじゃないか。ドラクエでいうゴールド銀行的な感じだと個人的に予想してる。それプラスなんか、いざという時の餌ですみたいなことを店の人言ってたから、なんか食わしたりするんでしょ、ドラゴンに豚。沖の船に行けないと俺らも困るんだわ。なんとかなんねえかな。沖の船に行きたいのか。灯台なら3つとも北西の方にあるだよ。北西にある灯台の方に今回行きゃいいのかな。あんた何嗅ぎ回ってんだい。何でも深入りってのはよくねえよ。まあそうだな、首突っ込んだりしたら良くないみたいなことなんて多々あるからな。リヴァイアさんのヒレ、そういうものがナギの村にはあったらしいが、今じゃどうだかな。はあ、リヴァイアさんのヒレもいずれ手に入れなきゃいけない、そういうアイテムなのか。こいつセーブしろおじさんでしょ。セーブしろおじさんは話しかけなくっていいよね。で、左下はもう何もないから、で、まあ町の右と下の方にはもう行ったから、残りは上か。このクソガキ話しかけたっけ。ここはプリーの村です。魚が牛です。まあこれあれだよな、海に面してるから、まあ港町っちゅうことだよな。私はここの生まれではないんです。湾の向こう、ナギの村から逃げてきました。村は今では怪物の住処です。ナギの村もいずれ救わなきゃいけないんだろうな。これはこれはギルドの竜使い様、お泊まりでございますが、極上のお部屋が50ルピーでございます。こっちの方が宿代安いね。どっか最初の村のところでは100ルピーぐらいお金ぶんどられてたけど、ここは少し良心的な値段設定にしているわ。薄利多売の商売をしている可能性があるな。漢方薬ならとね。あー、で、これもセイロガンが毒消しで、電子遅効が麻痺直しで、赤虫なんだったかな、わかんねえ、石化直すとかだったかな。まあ、これはまた Google 先生に聞いてどうにかやっていくって感じにしようか。こいつの顔どうなってんだよ。頭になんか三つ葉みてえの生えてるしよ、タヌキみてえな顔して、目元がタヌキっぽいよね。なんかタヌキっぽいゴーグルみたいのつけてよ、極太のほうれい線みたいな、ほうれい線なのかヒゲなのかわかんねえもの生えてるけどよ。裏から話しかけたらなんかあるか。こいつはこういうのはね、やっぱ扉があったら開けたくなっちゃう、そういうお年頃だから。セーフ変わんねえんだな。ドラクエだったらさ、裏から話しかけたら、ちょっとお客さんこっちに来ちゃ困るよみたいなこと言われるけど、ほう、こういうマップか。あー、なんか灯台みたいになんな。
え、じゃあここの村のさ、西の方、水路みたいになってたけど、こっから外に出ることとかはできないのか。ここ単純に敵出てきたじゃん、ミジンコみたいな敵。これ以上こっちには行けないのか。そう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 、こいつら全く同じメンバーだよ、この前と。ミジンコからミジンコ、まあ大して強くないから普通にぶん殴りで倒せるでしょ。まだあれなんだよな、確定2発でミジンコだったらおじさんの攻撃で確定ワンパンできないかな。あー、いいねいいね。おじさんのやっぱ攻撃力がちょっと高いからワンパン安定。ガラミジンコの方はちょっと硬いな。ガラミジンコの方は2発ぶん殴る必要がある。これ灰色になってしまったらもう色の区別つかねえな。あ、でも微妙にミジンコの方がちょっと色濃いか。カラミジンコの方ちょっと薄いね。お預け。で、B ボタンで、あ、うん。キャンセルできるっぽいわ。お預けにできるっぽい。で、セイロガンを見つけた。モンスターは獲物にします。以上、しっかりと頂戴しました。今回初の戦闘か。あ、出れるんだ、こっちからも。あ、え、同じマップ。え、はぁ。海だ。え、これさ、あ、なんだ。どっちから行っても海にも行けるし、陸にも行けるんだ。この西の入り口から出ないと海に行けないものなのかなと思ったけど、そういうわけでもないんだな。で、町に入るときは海から入ったら今のところに出るし、こっち側の方から入ったら多分北の方に出てくるんじゃないか。ああ、やっぱそうだ。このゲームのこういうこの仕様を使ってどっか行かなきゃいけないみたいなところももうそのうち出てくるかもしれないよね。灯台に入りたい。誰もいないよ。ご主人様、赤い色をした薬草ですね。うんうん、何これ、赤い色をした薬草。赤い薬草を手に入れた。また謎のアイテムを手に入れてしまったけど。さあ、敵のメンツ、ちょっと変わったな。おたふくみたいな顔してる。強敵なんだ。獅子頭。どんぐらい強いんだろうな。ワンパンできるか。一旦でワンパン。敵を必死なんでしょうね。そんな強くねえだろ。しかも今敵も必死なんでしょうねって言った時の、その真ん中の敵が攻撃した時、獅子頭の母ちゃんです。真ん中の敵が攻撃してきた時にさ、別にダメージ取らんかったよな。母ちゃんですって、母ちゃん見た目完全にそっくりじゃねえかよ。もうちょっとよ、46億年物語のイエティみてえに見た目変えてもよかったのによ。これじゃあもう親と子供の区別つかねえだろ、この見た目じゃ。トサカみたいに見えるな、あの尾ひれのオレンジ色の部分。お金は今割と困っている状態だから、餌付けはしないでそのまま、まあ、貯蓄の方に回す。この灯台は何ぞ。緑色の薬草が生えてます。緑の薬草を手に入れた。灯台の中には入れないもんね。これで全部の灯台調べた判定なのかわかんないけれども、灯台3つあるみたいなこと言ってなかったっけ。3つ4つ、ちょ、数に関しては全然覚えてないんだけど、ガラミジンコよりもやっぱ地位の方が強いよね、まだ。あ、でも防御さ、うわ、毒食らった。防御をいい状態にしたから、ま、ダメージは少ないけれども、で、多分セイロガが毒消しだと思う。セイロガンだもんね。そう、セイロガンっていうアイテムが毒消しの効果があるから、痛くも痒くもありません。お、やっぱそうだ。そういうことか。セイロガンだからセイロガっていう名前で効果が毒消し。じゃあクリコって何なんだ。クリコンみたいな名前のさ、回復アイテムみたいのってないよね。まあその辺はちょっと分かんないんだけれども、あ、じゃあ基本的にそのこのバツは僧侶タイプのドラゴンだから、まあ、回復のその何呪文とかはバツが覚えてくれるから、ステータス以上の回復をするためのアイテムっていうのは別に買う必要はないのか。基本まあ戦闘中でも戦闘中じゃない時でも、まあ、バツが回復してくれれば問題ないよね。あ、じゃあいずれさ、そのなんだっけ、俺が前回間違えて使った世界樹の歯も、歯と同じ感じの魔法もこのバツが覚えてくれるのかな。今毒状態ってこれ継続されてんのか、戦闘終わっ
ター状態だけど、ああ CD 毒って書いてんな。 CD が何の頭文字か分かんないけど、ステータスを表してるんだろうな。今185の HP だけど、これ歩いたら HP 減る。今の音は減った音だよな。184になってるってことは1歩につき1歩につき1減るな。画面も一瞬白くなってって感じか。ちょっと回復をおじさんの治癒して、んで、あとは、あ、船があるじゃん。船でもまだ乗れないんじゃないの。なんかいますよ。くらわしますか。いい顔してんのこいつ、シャチホコ。あーでも毒使ってくんだったら先ガラミジンコ倒した方がいいか。このシャチホコ見た感じだったらシャチホコのシャチホコンダデース、え、何回爆裂剣みたいに使ってきたなこいつ。状態異常にはしてこないけど、脳筋タイプか。うわー、なんかどっちも癖のある敵だな。やっぱ2番目ぐらいのダンジョンになってくると、まあ、こういう状態異常にしてくる敵とかも出てくるわな。そりゃな、いつもらもただぶん殴りで進むような敵じゃねえからな。で、仲間呼ぶのかこいつも。仲間呼ぶ敵ってでも限られてんのかな。どんな敵もみんな神のマントは壊れそうだ。あ、一回警告出るんだ。じゃあ俺空目したんじゃないんだ。前に錆びた剣が壊れたみたいに空目したと思ってたんだけど、壊れそうだって書いてあったんだね。もう勝手にこの船入ってきたけど大丈夫か。これゲントの村の神の船みたいなあれか。僕病気なの。病気でこんなミッフィーみたいな口になっちまったのか。こいつは気持ち悪い、吐きそうだよ。この先端とか見たらさ、なんかタイタニック号とかそういうことやりたくなるよな。何もない、誰もいない。ここに来てなんかしろみたいなこと言われてたっけ。街の人の会話を何一つとして覚えてないからな。これ HP、MP 全回復してくれるあれだから、これなん、でもなんで3つもあるんだろうな。1人1個用なのか。3人パーティーで来たら、まあ、主人公が左で真ん中の竜が真ん中ので、まあ、3人目のやつが右のやつ踏まないと HP、MP 回復しないのかな。こんなガンガンする頭いらない。ゆうすけさん、なんとかして。なんとかしてって言われてもよ、なんでこいつら頭痛くなってんだよ。だ、いや、いるだろ、ちょ、お前、動くな。苦しいよ。さあ、まあ、苦しそうだな。あ、なんか、商売やってる人いるじゃん。ふぃーん。貝がめっちゃあるな。んで、お店屋さん、これ、あれか。あの飲食店の、だよね。ラッシャー仕込みができなかったんで、あいにく何もスタンプ押すしかできないんですよ。もう、じゃあ、スタンプ押してくれよ。ちょ、スタンプ押してくれよ。あいにく何も、いやいや、スタンプ押すことしかできないんですよって言ってたんだったら、スタンプ、あのカードにも押し切れなくなるまで押せよ。こいつ誰だ、なんか新キャラみたいなやついる。これは鼻がバッテンで口が普通にあるね。付き合ってはいけません、あなたにも病気が移りますよ。俺今なんか病気になってる。あ、ノーマルだよね。主人公はレベルアップとかしないのかな。 HP200 で固定か。ドラゴンのレベルは上がったりしてるけど、主人公のレベルは一切上がってないんだよな。でもその分あれか、街で装備品とか買えばいいのか。誰、話しかけるのは誰。若年性健忘症的なそういうガキなのこれは。あ、待って、こいつらにもしかして薬草使うとかか。え、なくなんないよね、何も起こらなかった。あー、ちょっと待って、何も起こらなかったって表示されるっていうことは使ってもなくならないタイプだから、ここで。そういうわけでもないのか。こいつらに使えば何かが起きるかなって思ったんだけど何も起きない。一応全種類使ってみたけど何も起きないってことは違うのか。何人いる、4人か5人いたから、それぞれ色のついた薬草を適切なキャラに飲ませればいいとかなのかなっていう風に今勘ぐったんだけど、違う可能性もあるよね。
出てきやがった、いい顔してる。これサムネ候補だぞ、こいつら。シャチホコンとディースコって言ってくれよ。誰だかわかんねえよ。よし、ワンパンワンパン、まあ、ワンパンってかワンタン撃破だね。魚の鱗みたいな海面してるよな、これ。神のワンタン、これ、ああもう絶対壊れるよ、これ。これあれだな、やっぱ敵倒して基本お預けにしてモンスター撃ってお金貯めて武器買う。誰だこいつ、新しい敵。大ミミズみたいな、大ミミズと鎧ムカデ足したような見た目のハン中国人みたいな名前だな。ハンさんとかっているだろう、なんか中国系のさ、ジャッキーチェンとか出てる映画とかだよ、絶対いるだろう。神のマントは壊れそうだ。まだ壊れてはいないのかな、壊れたって出たかな今。メッセージスピードが速すぎて判別できんかったんだけど、こっちにもなんかあるね。あーなんてことだ、神のマントが壊れてしまった。お預け、いいね、セイロガン。んで、こっちはなんだ、何も起きない。何これ、絶対なんかあるでしょ。これストゥーパーなんじゃないの。右下にもストゥーパー見えるな、緑色に光ってる。シャチホコの分裂がめちゃくちゃうざい。今もう2体ぐらい出て、待って、こっちもう道ないぞ。まあ2体出て2体とも半ば呼んでよ、4体と戦ってたんだけど。あー今回まだなんか新キャラ出てきた。これな、何これ、エイとタコとコウモリが合体したような見た目の敵が出てきたけど、マンターラ、マンタか。これマジでリンダキューブに出てきそうだよな。リンダキューブはマンタは出てこなかったよな。海洋生物で出てきて記憶にあるのって俺クジラぐらいしかいないんだけど、クジラがね、なんか島なんだよね、島が動いてるような。あレベルアップ、ハラタマのマントラを覚えました。ハラタマって HP 回復なんじゃないの。ハラタマのマントラ覚えたけれども、 HP 回復アイテムじゃん、ハラタマって。 HP 回復アイテムってか飲食店じゃん、ハラタマって。あーこっちから出なきゃよかった、敵出てくる可能性あるんじゃない。待って、これ関係あるか、ここの町でこれ消したら外のマップで何か起きてるとか、そういうやつかな。いや関係あるか、それ考えすぎかな。まあ昔のゲームだから、そういうそれぐらい不親切なところがあってもおかしくないんだよ。まあ消したけど、お前ディフェンスすんな、どけ。いや今のでも意味あんのかな、ちょっともう一回、もう一回ちょっと村人の話聞くわ。まあ魚がうまい、港町だから仕方ないよね。リバヤさんのヒレがあればどっか行けるって子供の頃年寄りから聞いたっけ。俺今の人がもしかしてさっき話しかけてないか、私はここの生まれではないんですが、湾の向こう凪の村から逃げてきました。村は今では怪物の住みか。あれじゃあこれ薬草を取ってどうすればいいんだ。ちょジジイヒントくれ。そう、それはまさしく3色の薬草。あ、お前欲しがってたのかこれ。ブールの市場にいる老人がその薬草から薬を調合できるとか。ブールの市場、ブールの市場って俺が、101歳です昔薬剤師やってましたとかってなんか言ってたさ、あのクソったれっか、もしかしてついでに面倒見てくださらんかな、あのジジイか。あ、じゃああのみ、あの町を、おお、もうや、あのクソガキ大丈夫か、敵出るぞ、ガラメシング出てくるぞ、あいつ大丈夫か。まあ、ブールの市場に戻って、あの腐れ野郎の老人に薬草を見せつけて、やんなきゃいけないから、どの道あの町は行かなきゃいけないところだったんだ。じゃあ前回のパートで、これこっち気づいて、こっちのブールの市場を進めてよかったね。じゃないと今ブールの市場って聞いてさ、何それ美味しいのみたいな感じの反応をせざるを得なくなってただろうから、いやありがたいありがたい、いいタイミングで気づくことができた。腹玉の魔法使ってみるかな、どうしよう。
戦闘中に使うか、もしかしたらモンスターを料理にできるみたいなさ、そういう何も起きない。あ、やっぱ戦闘中にしか使えないんだ。でモンスターをその場で料理にするみたいな、そういう呪文なんじゃないのかな。多分割と俺の考え方いい線いってると思うんだけど、まあ、サンサーラナーガ2の経験者の人はうわこいつ全然違うこと言ってんじゃんとかって思うのかもしれないけどさ確かにその約束を調合できるのは私ですかな。今ややっておりません。ご覧の通りもう年でしてな。弟子が一人おりましたが、今では悪徳商人になっておるとか、もしかしたらその辺におるかもしれません。なんか言ったわ、なんかそのヤクザみたいなやつ二人ぐらい撲殺したぞ前回。撲殺した片割れは多分こいつだな。これ悪徳商人でしょ、見るからに。薬草の調合ね、できるよ。100ルピーでやってる。まあいらない、選んだら。金がないなら出世払いでもいいぜ。いらない好きでした。どっち選ぼうか。100ルピーぐらい今はあるよな。365あるから出世払いでもいいって。俺そのまま忘れてたらさ、どうなんだろうな。どうしよう出世払いの方にしてみるか。明日また来な。じゃあどのみち今この場で100ルピー払わなきゃいけねえんだな。出世払いにするつもりも。あ、待って、明日来いって言っただろうが、しつこいやつ嫌いだって宿泊まんなきゃいけなくなったのかこれって、もしかして。じゃあもうそのままやればよかったな。逆にお金持っていねえじゃん。だって宿代もかかるでしょこれ。やらかしたな。宿泊まれば大丈夫だよね。これ宿泊まってもなんかダメだったら泣くぞ俺は。お泊まりです。あ、30ルピーですんだ。じゃあ130ルピー結局かかっちゃうけど、まあいっか。あ、ここで起きるんだ。あ、なんかダンサーの子もなんか心なしか嬉しそうに踊ってるね。でもう一回あのクソ野郎にちゃんと100ルピーで仕事をしてもらって。日付変わってるよな。あれ、いなくね。いない。え、なんかクソガキに変わってるんだけど。あんたおじさんさん、おじさんにこれを渡すように頼まれたらお金はいらないってさ。え、マジか。すごい薬を手に入れた。あー、70ルピー得したな。いや、いいのか。まあいいか。悪徳商人だしな。むしろタダで欲しかったぐらいだからな。そうですか、あいつがそんなことを。タダでくれたぜ、あいつ。100ルピーでせしめようとしてたけどよ。そもそもでも、あのじいさんさ、あの悪徳商人のじいさんはそもそもタダで引き受けようとしてたんだからさ、やっぱ結局100ルピーでさ仕事しようとしてた悪徳商人はどっちにしろクズっていうことに変わりはないよな。なんかいますよ。食らわしますか。こいつ嫌いです。大嫌い。なんか久しぶりだよね、ミジンコ使い。でも今となってはもう俺の敵でもなんでもないんだよな。特に状態異常にしてくるような攻撃もこいつらはしてこないし、まあカモだよね。で50ルピーここで回収すればさ、今の30ルピーもチャラになって20ルピー得したことになるから、もう一石二鳥三鳥四鳥ぐらいのレベルだよね。でまあまた戻ってきて、おいジジイ薬持ってきたぜ。おお薬、さすがは竜使い様、ついでと言ってはなんだが、これを船まで届けてくださるのかな。なななな、頼む。これって何、これを船まで、これってなんだ。あ、薬の効果。これでさっきの病気で苦しんでいたガキどもの命を救うことができるっちゅうことなのかな。5人ぐらいいたよな。なんかふぃーんとかって泣き出してるやつとか、苦しいよーとか言ってるやつとかさ、お腹痛いよーとか、学校行きたくないよーとか、なんかそういうこと言ってるガキどもがいたから、まあそいつらに、まあ、ようやく口に逃がしってことでな、まあ、これをこの薬を飲ませて、まあ自分の今までの行いを恥じて、まあ、悔い改めてよ。あ、食わせちゃった、間違えた。まあいいか、多少罰もダメージ食らってたからな。たまにはこうやって食わして飴とムチでしっかりとな、調教&教育していかないといけないわ。船はここだな、この下か。薬届けに来てやったぞクソガキ。おい、僕病気なの。
すごい薬を飲みな、 HP200 回復するぜ。何？なんで聞かねえんだよ。お前か、その病気のガキ代表か。気持ち悪い、吐きそうだよ。病気のガキ代表のやつが多分いるんだろうな。なんで何も起きないんだよ。ちゃんと指示通りに来たぞ。あれか、あのなんかマザーみたいなやついたじゃん。あのマザーみたいなやつに薬渡せばイベント起きるとかなのかな。でもこいつあの子たちに近づかない方がいいみたいなこと言ってたけど、直してくれんのか。チケットはいけません。お前どうよ、何も起きない。あ、じゃあ腹玉の主人に渡せばなんか料理が混じった健康的な料理をしてくれるみたいな。薬が混じった健康的な料理を作ってくれるっていうことを。ほらやっぱそうだ。あ、それは薬、助かりました。お礼にお好きなところへお連れしましょう。凪の村でいいですか。俺何も言ってないんだけどさ、なんか勝手に凪の村に連れて行かれることになっちゃったんだけど、意外と近いね。あ、でもう一回船乗ったらどうなんの。今度は何、またさっきの場所に戻りますかみたいな、そういうのが出てくるのか。時間的にさ、そろそろパート区切ってもいいぐらいなんだよな。凪の村にセーブポイントがあればいいんだけど、あ、もう普通にやってんじゃん。これ何、五金製そばってすんげえ値段高いんだけど、これだけ他の料理の8倍くらいの値段してんだけど、どうした。おむすび鮭もあるし、ちょっと種類豊富になってきたね。だっておむすび鮭って実際100円ぐらいだからさ、120円ぐらいだから4倍ぐらいの物価が、これ五金製そばって608円ぐらい。まあちょっと高めか。いやでも普通のそば屋行ったら大体そばそんなもんだよな。ハンバーガーも昔の マクドナルドが60円とかだったし、まあそんなもんか。まあいい、これ食べよう。おじさんは体に力がみなぎった。スタンプ、4個目、景品ありません。原玉チェーン第4号店立ち食い一筋4000年。この辺はもう全部共通なんだな。おじさんは思った、この味ホッとするな、また寄ってくださいね。もうなんか起きたりしないよな。これはやっぱ60店舗あんのかな。4店舗目だぞ。しかも170両も使ってスタンプが全然増えなかったってことは、やっぱそういうことなのかな。あ、子供たち元気になってんじゃん。原さんの店員って世襲制なんだって。世襲制って何？だから親で代々やってくんだよ。でもそのくせフランチャイズみたいな感じであちこちに店舗構えてるよな。こいつは？僕大きくなったらお医者さんか竜使いになりたいな。お前は多分自宅警備員とか小道寺になったぞ将来。で、こいつは？病気の時幻を見たの？もう忘れちゃったけど、あれって何だったんだろうな。幻って感じか。一個みたいな感じでそういうものを見てしまったのか。どうもありがとうございました。プリーの村まで移りしましょうか。こいつはこいつに話しかければ戻してくれるのか。プリーの村まで つっても多分さっきの場所まででしょ。さっき船がいたところまでしか戻してくれないと思うんだよね。この間ここに来たアムリタって人はちょっと怖かった。アムリタもね、結局誰なのかよく分かってねえからな俺。アムリタが主人公、男主人公を選んだ場合の女のライバル的なやつがアムリタなのかな。それで合ってんのかどうかも分かんないからな。僕はそばはかけにかけると思います。まあ俺もそうだな。基本的にかけそばとか、かけそばだっけ、いや俺ザルそばだわ。よーそろー、ドラクエ7にもあるよな、なんとか号っつうんだよ。なんかメリーセレスト号みたいな船がさ出るときに、あの主人公のアルスだっけ、アルスの親父みたいなやつがさ、よーそろーとかって言うんだよな。あの掛け声ってでもどこ発祥なんだろうな。まるでわかんねえや。じゃ村行った方がいいよこれ。村にセーブポイントあれよ。普通に下に行ったら敵がキャラがいるわ。またハンが出てきやがった。楽勝よ。ハンを倒して16の経験値。ご主人さんも食べちゃダメ。ハンどれくらいで売れるんだろうね。地位よりも値段高いのかなこいつ。またどっかで機会を伺って魔物を売りつけたいと思うんだけど。どこ、何これ、なんか不穏じゃない。やっぱ敵出てくるか。あ、なんか魔物に襲われてますみたいなこと言ってたっけ。なんか言ってたな、なんか逃げてきましたみたいなこと言ってた女の人いたからさ、
そういうことか。これどっち、凪の村をやるべきなのか、それともその凪の村周、あ、川豚のサンダル壊れそうだ、食べちゃダメ。いや、壊れない武器とかそういうのあればいいんだけど、セーブポイントとかないかな。このマップ、さっきのプリーの村だっけ、プリーの村じゃねえや、バールの市場だっけ。あ、チート班ちょうど出てきたわ。どっちが強い。92ダメ出して141。いや、でも同じぐらいか、多分強さ的に同じぐらいだな。で、ここの村のマップがブールの市場だっけ。ブールの市場、あの薬剤師がいたところの村とさ、あー壊れそうと、フィールドマップの形が似てる気がする。もうバクボンバーマンでいうところの欲張りハマれみたいな形してるよね。大体の村は全部こういう形してんのかな。地下に行く階段も4つもあるし、それぞれが別の部屋が独立してあるとか、なんかそういう系統なのかな。上の方から行くか。セーブポイントがあればね、いいんだけど、うわ、なんもねえわ。一応宝あるから宝の回収はしておきたい。うわー、出てきた。こいつらがな、仲間呼ぶのがクソうざいんだけど、でもありがたいことにさ、これ仲間って最高でも4匹までしか画面に出ないんだよ。ドラクエだったらその敵倒したら倒したでこう灰色になってオブジェクトとしてさ、その画面に残らないじゃん。だから仲間を呼ん、あ、残らないから仲間呼びたい放題だけど、このサンサーラダーガ2ではその灰色のこのオブジェクト化して仲間を呼ぶことができなくなるからありがたいよね。あ、錆びた続きも、あ、またか、壊れてしまった。川端さんの壊れた。食べちゃダメ。あ、でもまだそんなね、防具とか武器とかそんな頻繁に買わなくても大丈夫だと思うんだよな。んで、俺パート1の時に行ったかどうか覚えてないんだけど、サンサーラナーガ2、今これやってんだけどさ、サンサーラナーガの1の方はやったことないんだよ。あれ確かファミコンで出てると思うんだけど、ファミコンのはね、おたまじゃくしみたいに出てきた。強敵でスポンジを入れていきましょう。あ、ちょっと待って、HP 結構減ってんな。おたまじゃくし。しかも初見の敵が4匹出てくるのって結構きついよね。腹玉も使ってみたいな。あ、でも1ダメージしか食らわねえじゃん。強敵ですよって言ってる割に対して強くないじゃん。あ、ってことは、もしかして何？何かしら特殊攻撃みたいなの使ってくるのかな？腹玉。おたまじゃくし2。ちょっと使ってみるか。麻痺かな、麻痺だな。腹玉って麻痺、相手を麻痺させる技か。いや、てか固くねえか敵。あー、2ターンかな。主人公とこのバツが攻撃、2回攻撃して初めて倒せるみたいな感じか。今1回攻撃して、あ、もう麻痺治っちゃってる。で、これが2回目。あ、でも2回目はちょっとムラがあるから何とも言えんのか。おじさん、バツ、おじさん、いや、おじさん、バツ、バツ、おじさん、バツの攻撃で倒せたから、まあどんぐらいなんだろうな。あー、錆びた剣壊れるの痛いな。食べちゃダメ。獲物にします。以上、しっかりと頂戴しました。で、ある程度時間も時間だからな、次のパートでここの探索するか。緑のスイッチみたいのもあるし、いろいろ気になるところはあるんだけど、ちょっと階段も気になるな。セーブポイントあるじゃん、ありがてえ。町まで戻ろうかなって思ったんだよ。あ、150両ちょっと値上がりしてんね、やっぱり。記憶してダブルセーブして今回は終えよう。 いい感じにね、だいたい30カットとかもある程度してから33分ぐらいで収まってるんじゃないかな、今回は。ということで、次回ここの謎のダンジョンからやっていくか。謎のダンジョンっていうか、凪の村か。魔界に支配された、魔界というか魔物に支配されてる凪の村を、次のパートでやっていきたいなって思う。ってことで、今回はこの辺にしよう。次回に続く。